こんにちは、こんばんは。ゲーム動画実況です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャービートは始めていきましょう。今回は非常な強敵、昨年優勝者2バッセ大阪戦です。強い乗り越えることが大事。クルミも戻ってきましたからね。ナナコの疲れが戻ったな。スキン変えてナナコ入れましょう。今カードを2枚持ってます。とかすごいな。強い選手と弱い選手が、偏ってますね。さあ勝率はこちらの方が高いですね。 S が目立つスペックもあれば、C が出る選手も多い相手のチーム。これ結構個人の技っていうのが求められるゲームなんで、その辺S を持っているパラメーターの人は突破してくる可能性が強いですね。やばいやばいやばい、一人させてはいけません。北原にボールをやらないことです。後からマークしてたがだるまが取ってしまう。出しました。ないなこれ。あ、やばい。おお、危ない危ない。反則とあるかと思った。なんか、外に出しました。さあ飛び込む緑。飛ばない。マークしてますね、すでに。さあその裏をかいくぐって彩香がなんとかクリア。美容研究、もう30分以上経過しております。ここからの攻めが肝心だ。裏に使えたが取られてしまった。やばい、入った、入られた。その視点を許してしまいました。隙を突かれましたね、一瞬に。ボールが流れていってきたな。来たなんかシュート、ゴールに吸い込まれていきました。なかなかチャンスが、シュート行くとこまで行けないんですよね。おまけにキーパーも強いし、まだこの辺は飛び抜けた力がない。前半終了、苦戦必至を分かる気がします。中盤を強化しましょう。サチコからサヨ、この状況下で考え
ましょう。とにかく負けないことが大事。引き分けでもいいかって思ったんですけど、この試合はこうなってしまった以上は何としても点を取り返さないといけません。危ない、全部の攻撃が阻まれちゃってますね。窓とかありました。これで交代枠を使い切りました。オフサイド、このラインでオフサイドか。組織力の巧みです。出ますよ大阪。ここはキャッチ。おっと、ゆうきがなんとかカバー。さあさつき、ここは飛び込めるか。くるみ決まった。さつきのくるみを見事、チャンスを生かしましたね。ヘディング、もうこれしかないっていう感じです。さあこうなると勝ち越しをなんとか達成したいところ。今の選手の状態見ていきましょう。どっちとも疲れてますね。まあやや我がチームはフレッシュながらいますよ大阪。まだ答え枠があるんじゃないかな。7個チャンス、ナーコがゴール前行って勝ち越し、やりました。落ち着いて決められましたね。ナーコ、さあこれですね。守備陣もうまくブロック、相手の守備陣もうまくブロック、周りがブロックできたんじゃないでしょうか。1対1。さあ残り15分、これは勝てれば大きいな。ノーホイッスル、ボールをキープが大事になってきます。クライス、うーん疲れてるぞ、結構すでにクライス結構疲れてる。まだこの3なんで走力がちょっと弱いのか。あ、ちょっと危ない。さあどんどん試合時間が過ぎていきます。ジャンプ、出ない、あ出てない。さあ終わりですね。勝ちました、逆転勝利。チャンスはあったんですけど、ここは吸い抜けられなかった。そして接して奪われてしまいます。これですよ、手を上げてます。でもシュートしたのは木田原。後半23分です。お見事でしたね、さつきからクミ。そしてこれが決勝戦、7個。落ち着いてゴール前までやって価値ある決勝点を叩き出しました。首位キープに大きな勝利となりましたね。ボール支配率もこちらが 57% と高い。シュート本数こそ負けてますが、これが後で効いたのかもしれません。確
体が少ないの意外と。これでですね、2位がキャピタル東京、その勝ち点差は2点差です。3位がメンソーレ那覇ですね、8勝1敗4引き分け。リバセ大阪4位に落ちました。なるほど、もうそんな時期か。セシル、これ女性選手じゃないよな。できないんで、男性選手を取って、あの有力チームから剥ぎ取って他のチームに売り渡すっていうことはできません。これで彩香とみゆきが疲れてしまいましたね。ちょっと練習試合やめておきましょう。そんなにやっぱりチーム力見てても強いわけじゃない。ハート以外の S はマドカとの筋肉とナナコの、あ、ナナコすごいいいんだな。ナナコのボールですね、テクニックですよね。相当優秀なんですよね。その代わりイエローカード2つ2枚持っちゃってますけど、キャリア11年で48のゴール62のアシストを決めてます。比較的前にボランチかな、前にいるミッドフィルダーと言えるでしょうか。シュートホースが現在のところ10本悪くはないんですけどね。10本シストも結構増えてる。こう見ると緑にとっては5本ですからね。エリカが1番ゴールも決めてないのか。とまで言えるかもしれないですね。それだけ奈々子が有力選手に育ってきているってことですよね。まどかも奈々子がアタッカーになっております。でクロアカリバーズ見事リマッセ大阪、昨年首位のリマッセ大阪との試合に逆転勝利することができました。この調子で次が1週明けてサセボドッグスですね。これは勝てるでしょう。しっかり勝っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。概要欄にプレイリストを載せております。今までのカルチョビットアーの試合が見れます。ぜひ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。
ただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。